シェットセブンはイギリスヨーク出身のロックバンドである。1990年に結成。ザ・スミスやローリング・ストーンズなどの影響を受けたストレートなロックを特徴としており、ブリッドポップの一角を担うバンドとして活躍した。2003年に一旦解散したが、2007年に再結成している。90年代半ばのブリッドポップの本格的なブーム、到来前から活動を開始し、 デビュー当時は同期のオアシスのライバルとも目されていた。1994年にファーストアルバム、チェンジギバーを発表、全英トップ20入りを果たす。1996年発表のセカンドアルバム、エーマキシマムハイは、イギリス国内で25万枚を売り上げるヒットとなった。またこの年だけで、チェイシングレインボーズなど6枚ものシングルを、全英トップ30に送り込むなど、 イギリス国内での人気バンドとしての地位を確立した。1998年、サードアルバム、レッド・イット・ライドを発表、再び全英トップ10入りを果たす。1999年にベストアルバム、ゴーイング・フォー・ゴールドを発表後、バンドはポリドールレコードを離れ、ギタリストのポール・バンクスが脱退。後任には、ポール加入前のギタリストだったジョージョンソンと、 キーボード担当のフレイザー・スミスが加入。2001年、インディーレーベルから、ホースアルバム、トゥルース・ビー・イ・トールドを発表するも、商業的には失敗に終わる。その後契約したレーベルからも、5枚目のアルバムのリリースを拒否されたことから、2003年に解散を発表。解散後メンバーはそれぞれソロ活動を行っていたが、2007年には一回限りの、 再結成ツアーを観光すると発表。ツアーは概ねソールドアウトするなど人気が復活し、その後のブリッドポップバンドの再結成ブームの先陣を切る形となった。以降も毎年のようにツアーやフェスへの出演を行っていたが、そのまま一切新曲は発表していなかった。しかし、2017年に16年ぶりとなるニューアルバムインスタントプレジャーズを メジャーレーベルからリリースすることを発表。プロデューサーには、キリングジョークのユースを起用、ブリッドポップ全盛期を彷彿とさせる充実作となり、キャリア史上最高位となる全英8位を記録した。アルバム発表後にはキャストをゲストに迎えた全英ツアーを行い、総計5万枚ものチケットが売れたという。以下の順位は全て全英チャートによるもの。ありがとうございます。